はい、皆さんこんにちは、森泉です。今回ね、ドロップの解説をしていきたいなと思います。最近気づいたことがいくつかあるんで、それについてちょっと解説したいなと思います。早速やっていきましょう。まずね、ドロップの種類が僕2つあるなと思ってて、その2つの種類を今から見せたいと思います。みたいに、まあ、少しねドロップの速度を速くするバージョンと、みたいに少しね山なりの、まあ、ショットで、ドロップの考えなんですけど、相手を前に行かせる手段だと僕は思っているので、相手が前に来て前に来て前に来て、でポーンって打つのが一番理想だなって思います。まあ、ちょっとやってみたいと思いますね。このようにこう山なりに山なりに入れて、最後にこうやって奥に入れてあげると、相手が前前前に入って最後後ろなるので、で逆にですよ、ちょっと早いドロップ入れとくのも戦術の一つだと思うので、早いドロップ遅いドロップ、最後に長いドリブンクリアみたいな感じのパターンも考えていけば、それにさらにストレートバージョン、クロスバージョン取り入れれば、何通りもね攻撃パターンができますので、皆さんよかったらね、いろんなドロップやってみてください。はい、今みたいに少しね球足が長く強いフラット気味のね速いショットを打ってしまうと、ヨッシーさんがかなり楽にレシーブできちゃうので、次ね2番目のネットがあったら、ふわってこう入れてあげる、こういうショットじゃなくて、こういう山なりのショットを打ってみたいと思います。今のように柔らかいねネット越しの方が、相手しっかり前入んなくちゃいけないので、まあ相手がね前行かなくちゃいけないショットになってくるので、じゃあ次の実験なんですけど、このねヨッシーさんが立っているところが緑色なんで、そこの1歩しか出せない条件を与えるんで、1番目と2番目なんかどっちが取りづらいかやっていきたいと思います。はい、1番目の方は結構楽に取ってるなって思うんですけど、2番目はやっぱり上げづらくなってくるので、やっぱ2番目、ただここまでの話で、あ、じゃあ2番目いいんじゃないというふうに話してるんですけど、1番目もかなりいいんですよ。なぜかというと、例えば相手が後ろでクリアを打ってきてからのすごい速いドロップはかなり有効です。例えば相手の体周りにちょっと速い球を入れると、まあ少しこうなんていうんだろう、スマッシュと2番目の緩いドロップの間ぐらいのショットを入れてあげると、結構こう相手が体詰まってくるので、そうするとこっちがまた優位になるというところで、まあ、使い分けが必要かなって思うので、臨機応変に皆さんいろいろ試してみてください。動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。じゃあ最後にちょっと個別で練習した動画があるので載せときます
またお会いしましょう。バイバイ。お、例えばさ、シマメンさ、はい、中上級者向けではないんだけどさ、面白いことが今日発見されてさ、あ、身長のちっちゃいんだよ俺。だからさ、こうやって打ってしまうとさ、足開くとさ、打点が要は低くなってきて、足開いたまんま打ってるじゃん。打ってる時のところなんで、そこさ、潜伏してるとさ、身長伸びる。だからまあジャンプはちょっととりあえず置いといて、背伸びすれば伸びるから、最近やってるのは、このまま引きつけて、そのまま背伸びして、そうすると結構ね、後背筋がね、こうなってます。こういう状態で見るから、結構こう、アーチ映画になった。そう、アーチ映画。そうそう、体がアーチ映画になって、軌道がすごい上から上がってきて、多分視線変わると思うけど、いい足が上がった。これ今までこうやって。やるけど試合にあんまりシングル向けではね、ダブルじゃなかったじゃん。